まあ、東京電力のよく言われるところの支出、えー、体質的なものが、は、え、か、ー、らずも露呈している治安であると厳しい表情で柏崎市の桜井正宏市長が非難するのは、東京電力の社員による書類の紛失。東京電力によりますと今月19日 テレワークのため柏崎刈羽原発6号機に関する書類80枚を自宅に持ち帰った20代の社員が車の屋根に書類を載せたまま車を走らせて書類を紛失したということです書類は火災防護などに関する内容で原子炉安全上の重要な情報などは含まれていませんでしたが 持ち出しは可能ではあったものの、まあ、事前にちゃんと上司への,あの許可を、まあ、了解を得ていないっていう、まあ、そういうことをしていないということからすると、やはり問題はあったんだとは思っています。書類の持ち出しには上司の承認が必要でしたが、社員は許可を取っておらず。 さらに社員は20日朝に書類の紛失に気づき自ら探して書類の入っていた封筒を発見全て回収できたと思い会社への報告も行っていませんでした相次ぐ不祥事を受けて指摘されてきた東電社員の意識改革現場の意識改革というのがあのまだ不十分なところもあるので現場の意識をさらに改善していく必要がある 今月17日に柏崎刈羽原発の追加検査の継続を決めた際にも原子力規制委員会の山中委員長は社員の意識改革の必要性に言及していましたまああまりにもお粗末ですしあまりにも、えー、変わらない資質を具体的なものとして見せられた、えー、私としては 非常に重く受け止めていると書類は現在、79枚が回収されていて、東京電力は全署員に、情報の持ち出しに関するルールを徹底するとしています。